千古寺には処刑場があったみたいでして、処刑が行われた後に廃寺となり千古寺の歴史が終わったというふうになっております。ここは千古寺があったとされる場所ですね。千古寺があって処刑場があったというふうになっております。焼き場の方もあったみたいで、その焼き場っていうのは土の中にあるっていうふうになってるんですよ。その証拠がありまして、これですね。さっきのは何かって言いましたら、この辺の土の中から出てきたと言われるお地蔵さんの頭です。焼き場の方がどうやら土中に作られていたっていうことで、どこにその焼き場があったかっていうのは特定はされてないんですけど、お地蔵さんの頭が祀られている場所付近におそらくあったんじゃなかろうかと思われます。この辺に隔離病棟っていうのがあったみたいで、何を隔離しとる病棟なんかよくわからんのだけど、推定時としてはここにあるんですよ。だいたいそういう隔離病棟だとか火葬場だとか、そういうなんか負の施設があった場所に建てるものって言ったら公共の施設になるんですよね。学校だったりだとか図書館だったりだとか、実はその隔離病棟の跡地に幼稚園が建ったんですよ。その幼稚園が建ってるところに何かしら問題を抱えてる人たちだと思うんですけど、その人たちを収容する隔離病棟があったんじゃなかろうかと思います。先ほどの千古寺があった場所はこの山の上です。でもここ完全に山をね切り開いてできた位置でして、まずねお地蔵さんがありまして、これは供養地蔵なんですよ。万人供養地蔵でして、この辺に処刑場があったということで、そのための供養地蔵だとは思うんですけど、もう一個ねお地蔵さんがあるんですよ。これは昔この辺が水害にあった時に、水害で亡くなった人たちを慰めるために建てられたお地蔵さんみたいです。宝寺山っていうところ行きます。前行った時が神社の紹介ってことで行ったんですけども、福山の心霊スポットで検索したら宝寺山が出てきたんですよ。首吊りあったみたいですね。ここ肝試しで訪れたことのある方が心霊現象の方を捉えてまして、今その動画見たんですけど、マジでそんなん出るんかっていう感じでした。なので俺もちょっと行ってみます。この神社はもともと城山なんですけども、城山の山頂部分に神社が建ってまして、実はこの王子山、多分ここお寺なのかお堂なのかわからんんですけどあったみたいでして、この跡は残ってる状況ですね。処刑場とは全くの無関係なんですけど、心霊スポットとしてはここも紹介の方されてました。これが神社です。王子神社、対面にお墓があるんですよ。普通の神社なんですよね、本当に。あとは眺めがいいと、洋服の青山の本社があって刀剣があって、目の前にグレートハリウッド800いう化け物パチンコ屋があって、これ当たらんのかな、ここ、まあ、新幹線が走っとるのが見えると。今度近々また三重県名張市に行くんで、その時かな、新幹線乗るとしたら1ヶ月後になるんだけど、これ持ってきたんですよ。まあ、首吊りをした霊がいるっていうことなんで、これがあった方が分かりやすいだろう思ってね、あんまり信頼性は薄い心理アプリなんですけど、こんな感じで人型が映るんですけど、これね、そこに霊体があるからっていう意味で映ってるわけではないみたいで、こう向けた時にこれも何もないじゃないですか。この状態でいきなりパッてできたら、そこに霊体がいるっていう可能性が高いです。写真にあった狐ってこれだな。狐の左上反応してるんですけど、これね、おそらくあそこ見える松だと思うんですよ。この松、こんな感じでね、置いてあるものに対して出てるんで、これはさっきのは霊体じゃないっていうことになります。こっち側にも道があるんだな。あそこは穴が開いてるんだ。こう見入れなのか何なのかちょっと分からんけど、なんだろう、
そうなんだ。記念、記念、何を記念したんだろう。こういう感じなんだな。あ、これかが飛び降り。このお稲荷さんじゃなくて、こっちの方角からなんかね、近づいてきた気配があったんだけど、まあいいや。蚊に刺された。ぶっしゃりと何だらかんだらということだな。たくさんお墓があります、ね、であちらが無縁仏で、これがぶっしゃりとなんだけど、特に今のこれに反応したんですよ。水以外は流さないでください。何を流す人があるんだろう。やるとしたらさっきの降りていった場所か、こういう茂みの中ぐらいかな。でもあくまでも噂っていうか、心霊スポットサイトに書いてある話なんで、ほんまかどうかっていうのは分からんんですよ。誰でも投稿できるサイトなんで、嘘を書いてる可能性だってあるし、ここにお寺かお堂があったと言われてる場所で、であとこの山自体が城山だったということなんで、そういう疑惑がついてもおかしくはないんじゃないかなって思います。とりあえずね、靴ずれがすっげえいて、この靴ずれから早く解放されたいわ。うわ、スズメバチに狙われた。早く帰れってことやな。というわけで今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。